リアルタイム世代ではないのですが、テンションは上がりますね。見てください、この大きなプラモデル。皆さんこんにちは、沼ってますか？今月は安いオールドレンズをどこまで使い倒せるのか、いろいろ取り比べてきました。使ったのはニコンのオールドレンズ、ニッコール S-Auto50mmF1.4 初期型 AI 解像済みバージョンとなります。分解清掃に始まり、 AI 解像写真作例と散々動画でこすりにこすってきたレンズなんですが、まだまだ参ります。今回はレンズの描写力にフォーカスを当てて、絞り解放時のノスタルジーが過ぎる描写、それに対して絞ると急にシャキッと背筋が伸びる剣、この二面性に加えて、もともとの設計用途通りであろうモノクロを当ててみるという3通りのスナップ写真を並べていきたいと思います。オールドレンズ好きな方の皆々様に楽しんでいただくことはできるのか、いざ参りましょう。やってきたのは博多駅。毎月飽きもせずこの辺りを散策しております。さて、のっけからこのレンズの弱点が出てしまっていますね。ニッコール S-Auto50mmF1.4 初期型の最大のウィークポイントと言って過言ではないでしょう。歪曲収差です。画面の端の方、なんかちょっと違和感ありませんか？ 50mm という標準画角でありながら樽型に歪んでるんですよね。オールドレンズですから電子的な補正もありません。わずかな違和感、甘んじるしかありません。古い工業製品にケチをつけてはおしまいですね。キリがないですから。例えばハイライト側がすぐぶっ飛びそうになることなんて可愛い範疇です。甘んじて受け入れましょう。色味を好きになれるかどうかは老現像次第という信念のもと、高画素機 D850 の4575万画素を 14bit 非圧縮ROW で記録しているので、1枚あたり 95MB くらいあって、すごい容量になっちゃいます。色味のためとはいえデータ容量は地獄です。屋外でオールドレンズを使う場合はハイライトとシャドウの塩梅が非常に難しいなと感じました。であればですよ、かつてフィルムの時代に撮ってた人たちってレンズの良し悪しに関わらず一発で露出を当てに行ってたってことですよね。レンズによってはそれってかなり難しいこともあったと思うんですけど、相当すごい技術だと思いました。ハイライトの危険が危ないです。そうそう、申し遅れました。今回は絞りの開閉でどれぐらい描写が変わるのかを検証する目的でした。今までの写真は F5.6 で撮影しています。絞ってみた雑感なんですが、今から60年も昔のレンズですよ。しかも傷とコーティング剥がりがそこそこあるオールドレンズにしては悪くない描写だと思うんです。このレンズ3000円ちょっとで買ったジャンク玉だったことを考えるとなおさらですね。まともな状態のものを買おうとすると、さっきちょっとメルカリで見たんですけど、だいたい8000円ぐらいが相場でしたね。そしてジャンク玉に至っては3000円のものが出品されていたので、私もすでにこのレンズ2本持ってるんですけど、3本目買いたいなっても必要ないんですけどね、ちょっと思っちゃいました。レンズの分解清掃の動画も作っているので、興味のある方はぜひそちらもご参照ください。では解放 F1.4 から1段ずつ絞った描写を見ていきましょう。こちらは F1.4 です。全体的にもやっているのは球面収差の影響かと思われます。周辺原稿もがっつり入っています。これはむしろ弱点というより個性ですね。無加工のまんまでも強制的にいわゆるエモい描写になります。エモ散らかしています。1段絞った F2 になるとだいぶ落ち着きますね。このレンズの絞りは1段刻みとなっております。 F2.8 に来ると周辺原稿もほとんど気にならなくなりました。これらの写真は露出とホワイトバランスを固定して撮っています。 F4 まで来ると描写も安定し、屋外スナップの実用性を考えると F5.6 を常用 F 値にしても良いかなと思いました。 F8 になると描写の上では変化が乏しく、被写界深度が欲しい時に F8 にするのかなといった具合です。 F5.6 で室内撮影した写真がこちらになるんですが、ボディ内手ブレ補正が搭載されていないカメラの場合はシャッタースピード200分の1秒は欲しいなと思っています。これは西田渉さんのチャンネルの影響なんですけどね。この時の ISO 感度は400。これを老現像でゴリゴリに調整した写真がこちらになります。この間まで Z6II の高感度耐性の恩恵に良くしていたので、さすがに5年落ちの D850 のノイズ感には結構びっくりしました。まあでもこれでいいかなというのが正直な感想でして、 D850 に乗り換えてからですね、ノイズしかり、トリミングしかり、オートフォーカス周りしかり、細かい云々に対するアレルギーが薄らいだのは良い変化でした。
まず第一に撮影する喜びをかみしめましょうと。第二にスナップで大切になるのは数ですよね、数で帰っていっぱいいただくことにします。昼から飲むって最高です。ここから先が解放 F1.4 の描写になります。ハイライトの部分、ビールの泡々感が潰れちゃっているところ、明るい部分の会長が詰まっとるなという印象ですね。 F1.4 で発生するソフトフォーカスも相まって、オールドレンズ定番の淡い描写になりました。さて、今年になってですね、シグマのボケマスター 105mm ばっかりで撮影しておりましたので、久々の 50mm の画角に少々面食らっております。撮り方によっては 50mm 広いやんってなってて驚いています。この看板がお気に入りです。この看板も好きですね。さて、解放 F1.4 で強い光源の対面に立ちますと、このような大きな円形のゴーストが発生します。めちゃくちゃ被写体と被るサイズなんですけどね。 F1.4 のままモノクロ現像してみました。思いっきりピント外しちゃってますが、まあ、どことなく昔っぽいこの感じ、考えてみますと、ニッコール SO と 50mm F1.4 の初期型ってニコン F マウント初めての標準レンズとして作られたらしいじゃないですか。発売時期は1962年スタートということなので、当時ってモノクロ全盛期ですよね。そりゃ相性いいわけです。もともとカラーで出力するような光学設計で作られたわけじゃなかったのかなと思ったんですが、当チャンネルの強みでもあります視聴者さんのコメントにあやかってもよろしいでしょうか。この時代にお詳しい方のコメントお待ち申し上げます。思い出話とかでも大歓迎ですよ。まあ私もそうなんですけど、このレンズを持っている方、もしくは探している方で、たまたまこの動画を見て、自分がまだ生まれてすらいない時代のレンズのことを知る人たちのコメントを読むっていうのは結構胸熱だと思うんですよね。電子制御の時代にわざわざ古いマニュアルレンズを選ぶだなんて、思い入れがない限りしませんよね普通。逆に考えると、好きになっちゃう理由を見つける沼なんじゃないかなって思うんですよ、オールドレンズって。そういう個人の思いに歴史の重さを付け加えると、ライカになるんでしょうか。話戻しますが、解放 F1.4 の明るさがあると、シャッタースピード125分の1秒でも ISO 400で事足りました。夜のスナップにも使える明るいオールドレンズ、一家に一本いかがでしょうか。そしてここでようやく冒頭のガンダムが登場します。最近博多の地に建立されましたララポート福岡にそびえ立つ1分の1サイズのニューガンダム、堂々たるいでたちでございます。同じ構図で解放 F1.4 と F5.6 の描写の違いを見ていきましょう。全然違いますね。これがこうです。これがこう。後ろの立体駐車場が基地っぽく見えるのもいいですね。この駐車場、マナーの悪いカメラマン避けの目隠しの壁が至るところに張り巡らされておりました。後ろに映っている黒い板がそうなんですが、駐車場ですからそこから撮る必要はないわけですよ。それでもなお隙間から写真を撮ってる輩がちらほらおりました。これ超個人的見解なんですが、私マナーが悪いカメラマンが超絶嫌いです。無理して撮った写真に何の価値があるんでしょうか。まあ、そんな小言はさておき、せっかくなのでシグマ 105mm F1.4 アートレンズの写真も見ていただけないでしょうか。同じ場所でレンズ交換したらこうなりました。すごいシャープです。解放 F1.4 でこの精度です。絞るとさらにパキパキになります。個人的には周辺原稿がある F1.4 の描写の方が好きかな。それ以外の要素がブレないっていうのはポケマスターの凄みだと思います。伊達じゃないですねこのレンズ。唯一の欠点といえば、カメラボディと合わせると重量 2.7 キロになるところでしょうか。重いだけでなくかなり目立ちます。街中でこのレンズを構えると、この人ガチやんっていう目で見られてちょっと恥ずかしいです。 50mm に戻してから後ろからパシャリ、球面収差のモヤモヤと盛大なゴーストが逆に躍動感を出していていい感じになりました。この状況を絞るとそうでもないんですよね。 105mm にしてもそうでもなく、やっぱり写真は構図なんですね。つまり画角なんですね。単焦点レンズの場合、空でも飛べない限りは縦方向の距離を縮めることはできませんから、このカットは早々に諦めました。気を取り直してガンダムの全身を 50mm 解放 F1.4 で撮影。 F5.6 だとこうなります。絞るだけで描写が表現するオールドレンズ、お得満載です。
同じ場所で 105mm に切り替えます。開放 F1.4。 ここでひらめきました。スマホで撮ったらどうなるんだろう。はい、やっぱり女性はスマホカメラローで撮影しています。現像で救済してもこの発色の狭さです。私どうしてもスマホの写真が好きになれません。食わず嫌いもあるので、今後の動画でスマホカメラ縛りスナップに挑戦してみようと計画はしています。はい、こうご期待しないでください。ここでモノクロの現像を差し込みます。 50mm 開放 F1.4 の写真です。エレベーターの踊り場、おそらくこの場所で一番高い位置になると思うんですが、ガンダムの整備スタッフのつもりの目線で撮っています。ボケマスター 105mm に持ち帰るとさらにさっぱりします。ちょっと思ったんですけど、ここを夜撮影するとまた違った表情になりそうですね。 105mm でカラーに戻しました。 F1.4 です。で、こいつ動くんですよ。1時間に1回音楽に合わせて動きます。これを撮るために次のイベント発生まで1時間粘りました。めちゃくちゃ楽しかったです。ただし高画素機なので、かえってデータ転送、Wi-Fi でローデータを転送してるんですけど、かなり大変でした。以上、シグマボケマスターの作例紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。後半本末転倒になっておりましたが、オールドレンズの魅力はお伝えできたでしょうか。今月はもっぱらニッコール S-O-T 50mm F1.4 を絞りを変えながらスナップ撮影してきたわけですが、やはりそこで感じたのは、開放時のエモ柔らかい描写と、絞ればそこそこまともに写ってくれるこの二面性に加えて、本来のモノクロ用途にやたら相性が良かったこと、この3つの特徴をたった1本で楽しめるコスパの良いオールドレンズだなと思いました。オールドレンズって若い方の間で今流行ってるって小耳に挟んだんですけど、実際どうなんでしょうか。もしこの動画をご覧いただいている方の中で、これからオールドレンズ始めるよっていう方がいらっしゃいましたら、一つだけ、私これ経験則なんですけど、買うときにですね、カビや曇りがないというのはまあ大前提として、追加でぜひチェックするといいよっていうのがあるんですよ。これ、このフォーカスリングのヌルヌル感、これがあると実際に使っていてやっぱりすごい気持ちよくて楽しいんですよね、撮影が。ただこの感触っていうのはフリマサイトの画面越しじゃわからないじゃないですか。いかんせん中古品なので、ヘリコイドの状態っていうのは毎回私も買うときに博打打ちになっています。マップカメラの動画付き出品なんかだと安心感は上がるかなと思いますけどね。まあ、最悪お金を出したのにハズレを引いてしまったという日には、破壊覚悟で分解清掃をしてみるっていうのも楽しいですよ。調子こいて動画を撮影して YouTube に投稿してたらこんな感じになります。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画で取り上げていない別のカット15枚をブログの方に掲載しております。今回は台本も違いますので、おかわりご消耗の方がいらっしゃいましたら、ぜひ下の概要欄にリンク貼っておきますので、ブログにも遊びに来てください。さて、オールドレンズといえばもう一本改造しなければならないレンズがございます。それがこちらです。 Z6II でずっと撮影をしていた時は、もっぱら YouTube の撮影というのはこのレンズで行っていました。その名もマイクロニッコール PC-O と F3.5-55mm という、これももう50年ぐらいになる古いオールドレンズなんですけども、 AI 改造されてないので、今撮影している D850 にこのままダイレクトにつけることができないんですね。なので次回の動画はこいつを削って、また同じようにこいつと同じように削って AI 改造をするという動画を作ろうかなと今考えております。果たして無事に行くのか、緊張の瞬間になりそうです。では皆さん、また次の沼でお会いしましょう。ありがとうございました。